はい、毎度おなじみ、ゆうご .tv をお届けするのは、佐久間ゆうごです。早速、今回のお題は、何もない今だからできることがある。はい、はい。早速、読み上げていきたいと思います。お金がない今だからできることがあります。お金がない苦しみは、お金がない時しか味わえません。お金がいかに大切かを学び、節約について考えたり、金銭感覚を磨いたりするチャンスです。時間がない今だからできることがあります。時間がなければ他のことに着手できません。甘い誘惑があっても時間がなければ誘われることもありません。つまり集中するチャンスなのです。徹底的に集中して今のうちに進めるだけ進んでおきましょう。肩書きがない今だからできることがあります。肩書きがなければ自由な生き方ができます。自分をカテゴリーに分別しないのは気持ちのいいことです。あらゆる可能性を試しながら自分を追求していきましょう。持ち家がないからできることがあります。持ち家がなければ引っ越しは自由です。その気になれば海外に移住することもできます。結婚していない今だからできることがあります。独り身はいつ何をどれだけやっても自由です。ないないないという不満ばかりを口にして立ち止まらないことです。何もない今だからできることがあるはずです。ないというメリットを生かしできることをしましょう。しばらくすれば持ち物を手にせざるを得ない状況になります。ないのを楽しめるのは今だけです。その状況を精一杯楽しみながら、何もない今だからこそできることをやりましょう。今日の格言。何もない今だからできることをする。以上です。